第六宇宙との格闘試合か。楽しいな。修行もしてけんど、残りのメンバーも決めねえとな。二人とも選ぶ基準をどうするか。おっ、クリリン、勝負しようぜ。よし、挑むところだ。お、クリリンと18号じゃねえか。試合できた？やめておけ。なんだよ。どうしたもんかな。おめえを倒したらクリリンになんか言われそうだぞ。好きにしな。私は遠慮なく行かせてもらうからね。とんでもない相手だな。くそ、やってやる。俺だってやってやるぞ。貴様ごときにこのベジータ様の相手が務まるか。できれば私にも見せ場を残しておいてもらえるとありがたいのですが。見せ場？よくわからないけど、危ないことは俺がやってやるぞ。他のメンバーは、やっぱグーは絶対外せねえな。悪いグーが抜けてしまったが大丈夫。ウイルスと戦った時も一発でやっつけられただろう。エグマ、本気になったらとんでもねえ強さだぞ。いいだろう。お前がこれほどの力を持っていると。クソ、冗談じゃない。ベロベロベー。なかなかやるじゃねえか。これでブーは決まりだな。どっちがたくさん活躍できるか勝負しようぜ。いいよ。
子たち第6インチの人たちと試合するんだよね。ああ、よーし、クニックじゃないの。俺たちも出してくれよ。第6インチのやつらなんかぶっ飛ばしてやら。ダメだ。フュージョンはルール違反だ。どうしても出たければ一人で戦える力をつけてこい。ユテン、父ちゃんが相手になるぞ。お父さんだったら思いっきり言ってもいいよね。ジーター、こんな言い方しなくていいだろう。本当のことを言ったまでだ。見てやるぞ。はい、よろしくお願いします。そんじゃな、4日後にウイスタが迎えに来るんだよ。4日後か。あの学会は出とかないとまずいな。しかし修行の成果も、いやいや、ダメダメ、この銭湯さん、やっぱり行けません。その日はどうしても外せない学会があって。気にすか、勉強も大事だからな。さてと、メンバーは決まったな。ふん、よかった。利用価値がありそうだ。